どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズンネクス、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは、的屋のおじさん、平成の詐欺師さんと、これ間違えたらごめんなさい。牧本淳太さんのリクエストですね。淳太さんかな？まあ、とりあえず行きましょう。広島の坂倉選手を作っていきたいと思います。行きましょう。右投げ左打ち、キャッチャー、久しぶりにキャッチャー作る気がする。スタンダードの11。チームは広島で行きます。足と肩のある選手、行きましょう。さあ行ってみようか。ステージ1。キャッチャーは基本的に能力高めで来ますんで。あ、でも低いな。まあいいや、やっていきましょう。弾道マスもあるしね。シャッフル。これマップきついな、よく見たら。ちょっと。はい。よし！そんなことはなかった。ワンチャンあるよ。偉人伝。あ、秋打ちプレッシャーラン。珍しい。はい。オリジナル選手。シビルカップ。いいね。ほいと。弾道に。よし！これはマジで熱い。やる気、じゃ、オール青は本当に。ただ回復もうちょっと欲しかったなっていう願望はある。真面目な話。肩かな？優先は。よいしょ。これで大回復来てくれ！来たー！ゴール！よし！よし！今予想通りの動きだったね。本当に。予想通りというか、希望通りというかね。理想的な、ありがとうございます。回復 !4! 全然回復してくんない。ミート強化、強化系か。ほい。宝箱！いいぞ！ニレンちゃん！赤虫！大回復、素晴らしい。おー、惜しいぞ、ソウルカップ。まあ、もう一丁宝箱取るんですけどね、絶対に、ここは。ちょっと無理してでも取るよ。ほい。おー、いいね。総力欲しかったところに総力超人伝来るとやっぱ嬉しいですよ。総力 C の方 B ぐらいかな、気持ち。ステージ3。弾道はまあ、とりあえず、ここ維持として、まず総力。で、どっかでオール肩とかやりたいな。そうなると、ちょっと。守備と補給。ああ、守備力は上がりや、ああ、補給の方が上がりやすいんだよな、若干。僕の経験上の話ですけど。守備、ああ、よっけよっけよっけ。危ねえ。いや、傷は全然浅い。はい。あ、結果オーライだわ。パワーちょっと低いな。ゴールで。悪くない手順で来てるからこそここは活かしたい。ステージ4。お、オリジナル選手、大梅選手、おい。ぶつぶつ、ミートアップ、よーし。肩5アップとか多いすぎるでしょ。よいしょー、いいね。たった、2つの移動で、9アップですよ。あー、いいね、よしよし、だいぶいいよ、これ。だいぶいいよ、正直言って、これは、本当に。流れ文句ないでしょ、ほい。あー、まずい。いや、俺はここで引いちゃうやつ。宝箱来たー、いいね。よいしょ。肩超人伝、文句なし。パーフェクト。ほい。ちょっと危ないかな、カレンさん。よーし、ロックオン避けてゴール。うん。かなり。なんか、展開通り。ここで来た、パネル先生。ちょっと来ると思ってなかった。磯村選手は、まあ、ここが回復かな、まずは。プロリーねえよな。ないか、さすがに。どうしよう。ステージ1のパネ点ってどうなんだろうな。博士いんの気になるな、これ。いやー、やりたくないな。野球マン。野球マンは消えない。よし、とりあえず博士行ってくれた。これでイレギュラーな。あー、すげえ、なんでこれ。よし。そっか、ステージ5だから、こんなアホみたいになんかこう回復あれ、被ることもあんのか、全然。だったら意外と、あれだな、ステージ5での種点もありだな。おっとー、ちょっと、やばい、プレミした。あ、結果もらい。また耐える。よし。素晴らしい、結果もらい。野球超神殿、素晴らしい。いいぞ。マジでいいぞ、これ。多少はやる気下げてもいい。よし、いいね、はい。いいムーブできてるよ。一応ゴール前で。
またあれだな、なんかこう、回復の祭りみたいなあれが欲しいな。シャッフル。掃除機かなりいいよ、今引き。回復、遠いな！あっちら辺きついな、ちょっと。ほい！プロ入り！あ、プロ入りが理想だったな、今のは。6回復。まだ回復マスターもう一個あるけど、多分無理。あ、やばい、来た！来た！あー、くそったれ！あー、しくった。これは言って欲しかった。このムーバー嫌な予感がするぞ。そろそろゴール前にいようか。1,2,3 で終わりかな、最後。よし、これでいいでしょ。あとは守備力をパッと上げて。で、ゴールと。いやー、もうちょっと回復したかったな。めっちゃ強い選手来た。よーし、ステージ5パネテン。よかった、よかった。これさ、501か。特殊能力もちょっと欲しかったな。右投げ左打ち。ちょっと待ってくださいね。右左の、捕手もうちょっといい選手いる気がするんだけど。これもうちょっと寄れる選手。いないか、さすがに。そうそう。あー、いないかなこれは。よし、こんな感じでいきますか、そしたら。オッケー。ちなみに本人を見ておこう。うん。いたいたいた。やっぱそうだね、BC あたり。ちゃ、圧倒的ですけどね。いや、これは久しぶりに楽しかったぞ、パネテン。うん。右投げ左打ちだよな。俺そこ間違ってたら超恥ずかしいぞ。まあそうなったら選手変えるだけなんですけど。右投げ左打ちだよね。オッケー！よし！完成しましょう。これは打つぞ、きっと。はい、完成！久しぶりのパネル転生。めちゃくちゃ楽しかった。いや、よかったよかった。うん。ステージ5もパネテンも、なんか意外と、あれだな。捨てがたいというか。うん、嫌でもなかったね。回復結構できたし。アップロード。番号ゴジャです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。いやー、なかなか、見応えある動画になったんじゃないかな。なんて思います。1年間回し見ましょう。いやー、僕個人としては、ちょっとまさか感がある。まあでも打率はとりあえず3割2分。ホームランは10本、93.6 盗塁。もうちょっとホームランあってもよかったんでねって思っちゃうところはあるけども。まあまあまあ、いいんじゃないですか。とりあえずはね。というところで、ホームランはまあ、とりあえず2桁、3桁打点は欲しかったかなーといったところでございます。打率もチーム3位、3割超え。まあ、それは評価できるかなといったところでございます。三振もまあ、92個、3桁いかなかったし、うん、併殺6つ少ないしね、盗塁はね、もうちょっとやってよかったんじゃない？うん。まあ、これはしょうがない。うん。もうそれはもう任せてるから、完全に、設定で。ただ OPS もまあ高いというところです。エンドムタイム守備。これどうなんでしょう、盗塁阻止率3割5分4厘。これはセリーグで見たところ言うと、大野翔太、小林誠治、で、竹谷、回数が少ないか。12分の5じゃ。で、まあ、そう考えたら3割5分4厘。だからこれでいこう。非盗塁企画数で。いや、梅野さんめっちゃやられてる。ああ、なるほどね。はあ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 。まあでもまあ、一応悪くはないのか。もうちょっとこうなんだろう。盗塁、非規格数で考えたらってところなんだけど。そうね。一応まあ、肩93の S なんで、もしこれ、送球 C とかキャッチャー C がついてたら、なお良かったのかななんて思っちゃいます。まあ、とりあえず、でもこれはこれで満足というところでございます。さてさて、それじゃあちょっと一応見てみる。新人王とか取れたら嬉しいけどね。さあ行ってみましょう。はい。ベスト9。ゴールデングラブ。新人王。3冠。やったぜ。そして菊池菅野がパネーっていうね。はい、というところで、なんとかクリアすることができました。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いいたします。それでは、明日の動画でお会いいたしましょう。うかでした。えいでした。またね。またな。いや、丁寧だったら最後のまたなも変えろよ。